山形県教育センターは、山形県が設置する教育に関する研究及び教育関係職員の研修を行う機関である。山形県教育センターは、山形県における教育に関する専門的、技術的事項の研修及び研究並びに、高等学校の生徒の情報処理教育の実習を行うため1975年前進の山形県、 教育研究所と山形県理科教育センターを廃止して設置される。また、同センターに山形県市長覚センターが付置される。事業内容は下記の通りである。教育関係職員の研修に関すること教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。教育に関する専門的。 技術的事項の調査研究に関すること。教科用図書及び教材に係る研究指導に関する、こと学校教育指導資料に関すること、教育研究団体に関すること山形県立、高等学校入学者の選抜に関する、こと情報教育に関すること環境教育に関する、こと国際理解教育に関する、こと特別支援教育に関すること教育相談。 および指導に関すること、教育に関する資料の収集、観光および提供に関すること、その他教育センターの運営について必要な事項に関すること。ありがとうございます。